はいえー、じゃあ今回はですね、えー、数学一の図形と計量の三角比のね応用のところを解説しますあちょっと短いですけどねはいということでまあ問題はマイベストの192番193番それからちょっと下にある194番ですはい192番えー、右の図のように、えー、まあ長さがね1 0 c メ1 0ルのハシゴここはしごこうこうですねえー、1 0ルのはしご AB に AB を壁に立てかけたら、各 ABC の大きさが60度だったと。で、AC の長さを求めなさいです。とまあ、なんかはしごとか言ってるけれども、まあ、要はこのね、えーうんまあ、この直角三角形に三角形を当てはめるだけなんですね。うん。ってことで、えー、っとね、 こういうふうな形がありますよね。で、ここが60度であると。で、分かってるのは、えー、っと、長さが10メートルのはしご AB なので、ここの長さが10であると。ね。で、求めたいのは AC の長さだから、まあ、つまり壁の高さを知りたいんだよね。壁の高さがわからないので、まあ、これを Y と置きます。 この問題は、まあ、中学校でねあの1対2対ルート3っていうのを使,使えば何もサインコサイン使うことでもないんだけど、まあ、それはあくまで60度っていう角度だからできるんであって仮にここが60度であろうが40度であろうが、ね、あの75度であろうが、えー、それに対応する辺の比を数式で表すことができれば、えー、y の値を求めることができます。 ということで、えー、このね角から見た時のこの2辺の比は角の反対の辺と斜辺の辺の比だからサインで表すことができますだからサインの60度は10分の y という式を立てることができる、ね、1対2対ルート3使えばいいじゃんっていうのは確かにその通りなんですよ、ね、60度の場合はそうなんですね だけど、じゃあ58度だったらどうするのって言ったら、中学3年生はお手分け <laughs> できない。だけど、サインっていう記号を知ってる人は、そこが58度でもサイン五5 8度イコール10分の y っていう式を立てることができます。OK? はい。まあ、これ y について解きたいから、えー、両辺を10倍して、1 0 ×サイン6 0度になります。OK? で、サイン6 0度は、まあ、左辺というふうに入れ替えてね、サイン6 0度っていうのは、 まあ、計算機なしでも出てくる値なので、えー、2分のルート3と、覚えてる値を出してですね、これ暗記です。ね、覚えてる値を出して、5ルート3となります。ということで、AC の長さは5ルート3メートルになります。はい。それでは、十、えー、ね二番に行きます。193番に行きます。 193番は、二直線のナス角を求めなさいです。で、これも、えー、っとですね、まあちょっとこれどちらかというとね、数二の問題になるんですけども、直線のね、ナス角っていう問題は、えー、まあタンジェントの問題だと思ってください。ね。一つは、y イコールルート 3x。ね。で、もう一つは、 y x ですここで何に注目するかっていうと傾きですこの傾きがルート3ということは、ね、傾きっていうのは何だったかっていうとタンジェントこの x 軸との間にできる角のタンジェントに対応してますつまりここの角度がですねタンジェントの値がルート3になるような角度ってことなんですね そこでこの角度を、まあ、アルファって置くと、ね、このアルファの傾き、タンジェントアルファがこの傾きにならなきゃいけないので、ルート3ということになります。ね、まあ傾きルート3ってことは要するにさ、1対ルート3になってるっていうことだからね。ということは、いやもう1対2対ルート3でしょってことなんだけど、まあ、一応、あの、 58度の場合とかもあるんで、ね、傾きがルート3じゃなくてルート5とかいうこともあるんで、まあこういうふうに式を立てますと。で、えー、タンジェントのね、えー、マーアルファがルート3ってことは分かったんだけども、えー、同じことをですね、こちら側の傾きにも対応させます。こちらの傾きはマイナス1なので、ね、傾きはタンジェントなんだ。だここの角度をベータと置くと、タンジェントベータが、 えー、マイナスだからこのねっこっちの方向の時の傾きはマイナス1っていうことねでうちらが知りたいのは間の角度だからうちらが知りたいのは間の角度つまりこの図からですねまあじゃあうちらが知りたいのは β-α なんだなってことになります 数二で加法定理を習うので、えーまあ、その時にね、まあ、タンジェントアルファとタンジェントベータがあんまりき見にくい数字だったとしてもね、これの答えを出せるんだが、今回は、もうここからアルファは60度っていうのが出せて、ベータは135度っていうのが出せます。図からね。まあ、なので、まあ、ベータ引くアルファは13、135度引く、 60度だから75度となります。ということで間の角度は75度です。もう傾き直線の傾きはタンジェントと絡んでいるということを覚えておきましょう。では次に行きます。 はいえー、問題ちょっとね、えー、でかくしましょう。ちょっとはいえー、地点 A から、えー、テレビ塔の頂点 P の、えー、行角を測ったら45度であった。次に塔に向かって水平 20m 進んだ地点 B から P の行角を測ったら60度であった。まあ、全部図に書いてあります。右の図のように点 P の真下の点を で真下の点っていうのは要するにここが、ね、直角になるっていうことね。ここは直角ってことね。で真下の点を H とする。で目の高さを無視するとき、次の,高さあの長さを求めなさいと。ということで求めたいものは2つあって、えー、BH の長さと、えー、PH の高さですね。PH ということになります。 ここまでいいかなこれは、これもね、中学3年生に出てくるような問題で、えまあ、1対1対ルート2の直角三角形と、1対2対ルート3の、まあ、直角三角形が、まあ、くっついたような図形になってます。はい。では、まあ、どういうね、式を立てたらいいか考えていきましょう。はい。えー、まずはですね、 <laughs> いやーちょっとひどいね直角二等辺三角形に見えなかったね、まあ、直角二等辺三角形と30度60度90度の直角三角形を書いておきましょう、うん まずね、こちら側の図を見てみると、ここが45度なんだけど、下の長さは10たす x。そして、ここの長さが y です。ね。二つに分けるんだよ。分けるっていうのは鍵ね。もう混ざった図は難しいんで、こう分けてみると。自分の知ってる図にね、直してみるわけですけど、こちら側は、まあ、x と y になってます。まあ、そうするとね、いや、まあ、あの、 もうサインコサイン使わない方がむしろ楽って言えば楽なんだけどこの10たす x と y の関係はこの45直角三角形の直角を挟む2辺の比だからタンンジェントを使って表すすことができます、ねまあ、だからこれはねタンジェント45度が10たす x 分の y だってことです。 いや、そんなことしなくたって y、y イコール10たす x でしょって言ったら、その通りです。<laughs> y 10たす x。直角二等辺三角形なので y、y イコール10たす x です。だけど、それは45度だから言えるんであって、44度になったらできないんだよ。44度になったらね。ねここで、なんでこういう式をわざわざ立てるかっていうと、角度が綺麗じゃなくなっても、ちゃんと解けるっていうね、そのプロセスを理解するために、あえてこういうちょっと複雑な、 になっちゃうんだけども式を書きます、はい、タンジェント45度は10たす x 分の y だよっていうことがまあ言えるよね。でこのタンジェント45度っていうのは何かの数字だから、これは y と x の関係式になります。一方、こっち側は、ね、2番目の方は60度。これ、タンジェント60度です。タンジェントの60度が x 分の y ということになります。まあ、だからこれの連立ってことになるんだよね。 うん、もしこれがね65度だったとしても、まあ、計算機に入れてねその時は、ね、65度がねタンジェント 1. 1 8とかさそういう数字が入るだけです、ね、だからやっぱり x と y のね簡単なね連立になりますであとはこれを解くと、まあ、10たす x イコール y っていう式とあのタンンジェント6 0度がルート3なのでルート 3x イコール y となります この連立は、まあ、y を消去するのがいや簡単なので、えー、まずは y を消去して x を出しましょう。はい。10たす x イコールルート 3x。これは何ていう方程式だかわかりますか、ね、これはね、何ていう方程式かって言ったら、ルート入ってるけれども、一次方程式です。一次方程式。 だから式の形としてはね10たす x イコール 7x とかそういう式と全く一緒ですただ7の代わりに何かちょっと扱いづらいルート3っていう数字が入ってるだけですこれは一次方程式なんだよ一次方程式って言ったら、えーまあ、一次のところが同類項なのでこの同類項を分配法則を使ってまとめます右辺でまとめた方がマイナスにならないので x を右側に持っていきますで、ここがね、ルート 3x-x ってどうやってやるのっていうと、分配法則です。分配法則を使って、ルート 3-1x っていうふうに直します。ね、3x-x だったらできるでしょね、3x-x だったらまあできるじゃない。ね、3x-3 アップルからアップル1個引いたら2アップル残るって、これはできるじゃないですか。 でもこれ、どうやってこういうふうにしてるかっていうと、x をくくって3-1をやってるんだよね。で今回は、ルート 3x-x だから、なんかまとめられなそうなんだけど、これって要するに 1.7x-x やってんのと一緒だからね。だから、ル、ま、ー、あ、ト3-1っていうのをまとめてやるということ。OK? はい、x について解きたいので、ね、邪魔なものは何でしょう ね、x について解きたいんだけど、x にゴミがかけられてるから、これゴミですよ。<laughs> これゴミだから、ね、x について解きたかったら割ればいいんですね。ということで、えー、ここから両辺をルート3-1で割って、x はルート3-1分の10。分母にルートがある式は、有理化をして処理します。 上と下にルート3たす1っていう真ん中の符号を変えたあの、まあ、コンジュゲットを、ね、かけて分母を展開すると3引く1分子は展開しないでそのまま残して2分の10たす10かけるルート3分の1ルート3たす1約分,、ねね、約分して5と10割り2で約分して5ルート3たす1と。ということで、えー、x は 5√3 5たとなりましたここまでいいかな、ねまあ、ちょっとね面倒な一次方程式ではあったんだけどこの辺は中3のねルートの計算のおさらいということになります、はい、では y を出しましょう y は、はい、y は x が出たらこの式あるいはこの式に代入して求めることができます まあ、足す10にした方が簡単なのであの、x の値に10足したのが y ということで、5ルート3足す15が答えになります。まあ、2番目の式に、ね、代入しても、ルート3倍すると15、15足す5ルート3って一致することが、ね、見て取れると思います。だから、どっちに入れても成り立つので、それが確認になります。どっちに入れても成り立ちます。ということで、アンサー、アンサー、アンサーいきます。 はい、括弧1の答えは、bh の長さはだから、bh は x、すなわち5ルート3たす5、単位はメートルです。で、括弧2はですね、あの、なんだっけ、h、高さだったよね。で、これは5ルート3たす15メートルです。OK? 日本の教材だとね、こうやって45度と60度しか出てこないから、計算機が使えないんであの、表を使って解けっていう問題以外はね、こういう綺麗な角度になってるから、なんか、そればっかり解いてると、サイン、コサイン使う必要ないじゃんっていうと、確かにないんですね。だけど、まあ、44度になっても65度になっても、同じふうな手順で解けるんだよってことなんだ。 ということで、えー、三角比のね、あの、応用っていうことになったんですけど、まあ、今回はね、ここまでになります。はい。ということで、えー